カモメパク。うわ怖怖、この絵この絵怖いね。カモメパク、カモメ、ちょっと待って。ジョニーさん、あなたの中継らしいです。というわけですね、今日はですね、テイスティープラネットフォーエバーなんでございますが、ちょっとですね様子が違いますよね、今までのやつとね。うん、まあ、ちょっと右上見てもらえば分かるんですけど、これはみ出ちゃってる数字がね。というわけですね、テイスティープラネットフォーエバーのですね、モッドを入れてるんですけれども、実はですね、このね表面ありますよね、表面の裏にですね、ほら裏面がなんと存在していたらしいんですよ。ほら見てください、これ違うキャラクターでですねプレイできちゃうんですね。この裏面ちょっと暗黒宇宙がやばいこと感じがするんですけれども、こちらをですねちょっとねやってみたいなと思っております。どこ行く、ちょっとこれは一旦ウツボ行ってみます。あ、これはこうか。あ、来た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 、オッケー、来ました。ということでですね、ウツボがプレイできるようになってるんですね。そしてこのウツボにはですね、いろんなこのなんていうのかな、ハットがつけられるんですけど、これつけると全然違うみたいね。ほらこれ能力がエクストラボーナスとかボーナスポイントとかね、いろいろあるんですけれども、まあ、この一番いいやつを使っちゃいましょう。 OK です。はい、ということでですね、早速ウツボになってプレイしてみましょう。ドン、あ、始まりましたよ。はい、ウツボちゃんでございます。あ、可愛らしいですね、ウツボちゃん。なかなかこう動きが結構なんかこう雑なウツボだな、これ。巨大ウツボになって、いやーでもウツボもやっぱこれ海がね荒れてることに対して結構ね怒っていますから、これはですね非常にちょっと危険な状態なんじゃないでしょうか。さあ上の方行きましょうか。あ、なんだこれ、あ、マヨネーズの蓋、ペットボトルキャップかな、ペットボトルキャップって言った。お、魚が、魚が、魚が、いつかあの魚を食べるようになりたい、食べれるようにね早くね大きくなりたいんですけれども、ペットボトルキャップを今食べてですね、だん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 と大きくなっているウツボちゃんでございます。可愛いですね、ウツボちゃん、ウツボちゃん。さあ、あ、こっちの今度王冠が食べれるようになりましたよ。王冠が OK ですね。はい、これ、このね王冠なんて今あんまりないと思うんで、今の子たちにはちょっとあんま馴染みがねないんじゃないでしょうか。さあ、キャンディーのキャンディーペーパー、これがですね食べれるようになっております。さあ、どんどん行きましょうね。どん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 大きいものを食べていけるようになりたいなと思ってはいるんですけれども、さあ、ゴルフボールなんか、あ、いけますね、いけますいけますいけますよ。そろそろお魚ちゃんいけんじゃない、まだいけないのか。お魚は結構大きいんですね。さあ、ゴルフボール食べれるようになった魚はまだいけないの、まだいけないの、もうちょいでいけそうな気がするんですけどね。さあ、うわー、やばい、でっかい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 、あいつの毒とか絶対食らいたくないんだよな。あんなにでっかいのか、ミノカサゴ。まあでもミノカサゴ結構ねリアルで見たらあのでかいですからね、割と、うん、意外とでかいよねあいつら。そうなんです。あ、魚食べれるようになりましたよ、やりましたやりました、やっとウツボの本領発揮だ。痛い痛い痛い、刺さった、めっちゃ刺さって調子乗りましたね今めっちゃ棘に刺さりましたね、痛かった。おい、やった、ジャバーンできるようになったぞ、ジャバーンできるようになった。さあ行くよ、さあ行くよ、このお魚を食べて、お魚を食べて、お魚を食べて。ただやっぱここの海すげえ汚いね、お魚よりゴミの方が全然多いじゃん。こうなっちゃやっぱダメよね、うん、人間滅びた方がいいってなっちゃうよね。そりゃお魚さんも怒るわ。OK です OK です。さあ、これで、魚をやっぱ食べていくのがいいのかな、このサイズだと。お魚さんをこれをよし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 、パク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 食べていきますけれども、これちょっとね、もうこのお魚さんもきっと汚染されてますからね、汚染されたお魚さんですからね、ちょっとあんまりねよろしくないとは思うんですけれども。おっと、なんか食べれるようになったぞ、缶だ、缶缶、空き缶が食べれるようになった、空き缶が。 OK、このコーヒーカップはまだ食べれないのか。コーヒーカップは食べれそうな雰囲気出てるけどもね、意外と食べれないんですよねコーヒーカップ。さあどこだ、でかいなコーヒーカップ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おー、ちょ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 、よしよしよし、お魚食べてくよ、お魚、お魚を食べて、あー、カップ食べれる、カップ食べれる、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、カップを食べる、カップ食べろ、よしよしよし、このなんかビール止めるやつ名前わかんないけどビール止めるやつも食べれるようになったぞ。ビール止めるやつ、これ知ってるかな、これこれね、これ、あのビール買うとね大体これにね、ついてね売ってるんですよ。さあ、どうでもいい豆知識、よしよしよし、あれ本当の名前なんていうのかね、あのビール止めるやつのね、うん、
あれと同じで、パンのあの袋を閉じるやつと同じで、名前が分かんないよね。こんなに便利なのに、便利なアイテムだということは、あ、ミノカサゴ食べれますよ。オッケーです。ミノカサゴ、パコリンチ、パコリンチ、パコリンチ、オッケー。3連続ミノカサゴ。ミノカサゴはいいですよ。美味しいですよ。さあ、ミノカサゴよりもどうやらこの矢印の大きさだけ見ると、これレッドトップ、これ何？赤帽子。レッドなんとか。レッドなんとかが食べれるようになったんだけど、あのレッドなんとかは何なんだろう。うわあ、ちょっとブダイみたいなのが、ブダイみたいなのが来ましたね。さあ、ブダイみたいなのはほっといて、このレッドなんとかを食べていきましょう。オッケーです、オッケーです。さあ、結構なかなか時間かかるな。結構時間かかるな。オッケーオッケー。さあ行くよ、さあ行くよ。ウツボちゃんでどん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 大きくなって、すべてを食らい尽くしたい。地球サイズまで行きたいんだけどな、ウツボちゃんでな。よし、さあ行くよ、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 よしよしよし、いいぞ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 。いい感じ、いい感じ。さあ、どこだ、さあ、どこだ、どこなんだ、どこなんだ、どこにいるんだ。オッケーオッケー。この辺、そろそろ、あー、来た、カモメパク。うわ、怖っ、怖っ、この絵、この絵怖いね、カモメパク。カモメ、ちょ、待って待って、カモメパク、カモメパク、ほら、うわー、海からウツボが、これがまさにあれですね。これじゃない、これじゃない、シーサーペントの正体。これだ。完全にこれだろ。ほら、これ、これ海の底からパクーってこうやって出てきて、船をね、今これ、カモメ食ってますけど、カモメじゃなくて、船をペロリしてたら、これ完全にシーサーペントですよね。見たことあるよ、ユーマ時点で。ねえ、これ、あれのやつだ、あれのやつ、完全に。まだ上がいるな、まだ上がいるな。カモメばっか食ってる場合じゃないんだ、これ。よいしょ。カモメ、カモメ。カモメ食いにくいねん、なかなか。よいしょ。あんまうまいことジャンプしてくんないんだよね、こいつ。よいしょ。体がだんだん重くなってきたから、ほら。なかなかうまいことジャンプしてくれないから、これ、ちょっとサンゴ食べよう、サンゴ。サンゴを食べつつ、オッケー。袋も食べれるようになるぞ。袋が結構でかいんじゃないか、これ。よしよし。よいしょ。ちょっと動かない、動かない。ちょっと待てよ。よいしょ、よいしょ。おい、パクリンチョ。さあ、来ましたよ。よしよし。ブダイも食べれる、ブダイも食べれる。来た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 。これ来たんじゃない、かなり。かなり来たんじゃん。もうちょっとで、もうちょっとでドラム缶が食べれるはずなんだけれども、なかなか食べれるようにはなりませんが、あ、トイレは食べれるようになりましたね。はい、トイレ。トイレしてちゃダメだって、海の中に。どうやって持ってきたんだよ、そもそも。ね。あの、便座を車で、うわ、化け物だな、これ。もはや。もはや、このサイズで化け物だな。ウツボでかくなったら怖いね。あー、やりました。はい、クリアしましたよ。はい、それじゃあですね、かなり時間ちょっとかかっちゃったんですけど、2面も行きましょう。2面。はい、あ、早速、今度はお魚からスタートでございますよ、お魚から。あー、イルカがいる、イルカが。あの、イルカを食べてやりたい。イルカパイセンを、イルカパイセンを食べてやりたいですね。さあ、キャップを食べて、この魚をね、これ食べていくんですけども。やばい、パイセンが来る、パイセンが来る。パイセンがちょっと必要に追いかけてきますね。イルカパイセン。まあ、しょうがないですよね。前作では主人公、前々作ですか？ではね、主人公扱いですからね。うん。いや、ちょっとやばいですね、これ。さあ、行きましょう、行きましょう。どんどんね、食べていきたいんですけれども。どこに、どこに、どこに、魚を、パクパク食べていかなきゃいけないんですけど、魚のちょっと魚影が少ないですね、これね。やばいですね。なかなかこれ、大きくなりづらい感じになってますけども。オッケーオッケーオッケー。サンゴが食べれるようになったよ。サンゴが食べれるようになると、結構いい感じなんじゃないですか。さあ、どうだ。あー、ちょっと痛い。やだ。パイセン怖い、パイセン怖い。めっちゃ怖い。ダメだ。よし。さあ、食べますよ。さあ、食べます。なかなか、これはクリアにならない。おっと、とうとうトイレが。とうとうトイレがって言うと、もうそれ自体でこの、ね、なんかギャグっていうか、シャレが、成立してしまう時点で、とうとうの存在感がすごいですね。やばいですね。結構でかくなったから、こっちの的がでかくなっちゃっていて、さあ、ここはカモメちゃんはいないの。おい、イルカ食べれるようになった。イルカどこ行った。あ、いや、パク。あ、オッケー。イルカパクしたいな。イルカどこだ。いた、イルカペロリンチョ。オッケー、来た。やりましたね。ちょ、もう一面ぐらい行っちゃいましょうかね。3面ぐらいまで。はい、レッツゴー。えい、あ、
パンツを食べてね、魚を食べちゃダメよと、ゴミだけ食べてねということですね。まだラッシーさんの大きさではこれスプーンぐらいしか食べれないという感じみたいですよ。さあ魚を食べずにスプーンを食べていきたいんだけど、ちょっと魚に引っかかってんだろそれずるいずるい、魚に引っかかるのね、あれ絶対完全に今のトラップでしたよね。さあないですね、スプーンをもうちょっと投げる割合を増やしてほしい、増やしてほしい、増やしてほしい、早いよ、急に早くないさっきまでこうなんか、そうそういう感じで落ちてきてただろう急になんか早くなってるぞ、落ちるスピードが。おかしいよ。さあ、ちょっと待って、スプーン、オッケー。まあ、まだね、食べれないからいいけど、これ他の、なんだろう、魚とかもね、食べれるサイズになってきちゃうと、これなかなかね、動き回るのがね、難しくなってきちゃいますから。さあ、スプーンはどこですか？スプーンくださいよ。スプーンをくださいよ。もうちょっとスプーンを投げてくださいよ。ね。おい、どうだ？スプーン。あ、来た。オッケー。スプーン。スプーンが全然来ないんだ。何の歌だ何の、やばい、もう食べれんじゃん、魚。やばいぞ。あ、なんか、あ、缶が食べれるようになりましたね。缶。空き缶。オッケー。空き缶も食べれるようになりましたよ。空き缶を食べていきたい。空き缶を多めに食べていった方がいいはず。空き缶来た。はい、空き缶。空き缶、スプーンも食べるよ、でも。スプーンも食べる。瓶もいけるようになった。もういけるぞ。これだいぶ、あとパンツだけですね、食べれないのは。誰かのおっさんが履いてたやつおっさんが履いてたであろうブーメランパンツ。あ、食べれました。これで全部食べれるようになりましたよ。オッケー。さあブーメランパンツを食べていこう。ブーメランパンツを、おー、動きがだんだん速くなってきた。やっぱ体が大きくなるとね、動きも速くなってくるみたいですね。さあ行きましょう。怖いよ。さあ行きますよ。オッケーですよ。さあ食べて。ゴミをどんどんゴミをね食べていきたいんだよね。いやー、怖いよ。オッケー。さあどこだ。痛い。ゴミだけ。魚来ないで。魚に来てほしくないんですよ。さあまだですか、これ長いですね、意外と。もうそろそろ終わりでいいんじゃないかとラッシーさんは思ってるんですけれども心の声が漏れちゃうから早く終わりにしてほしいですね。どんだけ、もういいでしょ、ゴミ捨てなくて海に。お、すごい、これちゃんと啓蒙になってんね。もうこんなめんどくさいんだったら海にゴミ捨てんのやめるわって気持ちになるわ。すごいですね。はい、クリアしました。ということで、ウツボ楽しいですね。ウツボいい感じだわ、これ超面白い。というわけですね、この裏ステージ、今度からね進めていきたいと思いますので、ぜひねまた見ていただければと思います。ということで、今日はこの辺にしましょうかね。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。